私はその時の心の中にひたすらに、そして転生で話す。その時の心の呪いを見せる。
Yeah!
かった。お前には一つ貸しができたのだ。軌道丸の活性化の術は瞬間的にそのものの力を強めることができる。それと同時に己の命を縮める術だ。もう団蔵には幾番目の力も残っておらぬ。団蔵、お前の魂は間もなく消滅する。お前の望みを優雅に呼って死にたいか。よかろう。千代君、お前がさばいてやれ。Oh!
そういうことだ。生命とは早めに決着をつけねばならぬ。悪路はぁ
を死す。鶴姫と安成の行方は、安房は悲しい決意。そしてストックの生命にあの男が、次回はこの人がだが、悲しみは深く、切なさは激しく、魔界はさらに渦を巻く。今年最後の魔界は12月11日19時より、新規はファーストリングにて、魔界絶命、見逃すでない。